あの考古が、なんじゃこいつは。まあ、考古学者の方がここでの調査を進められるように今の声の主を追い払えばいいってことね。え、これ何ちゃんと何、すいません、無茶しました。ちょっと待って、これは何、魔物か、顔ついてるから魔物ではあんのか、倒せんのか、てかあれ、ああ、あ、もしかして全員ここに収納したら鉄格子が開いたりする、そういうシステムかなこれで。あ、いや、ちょっと待ってよ、これ動かすよりもまあ自分で出しちゃった方が早いか。つまりこいつら壁を沿って移動してるから、こうしてやる、間違えた、ここここ、それ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 、ちょっと待って、あんたどこに行くんだ、あ、これ勝手に入ってくれる感じか、あ、誘導してやることが可能だね、壁を伝って移動してたので、こうやって壁を増やしてやることで誘導することができる。ああ、そういうギミックできますか、今回は。で、今度はボックスが一段高いとこにある。これはつまり、なんかここ道作っ、あ、ちょっと危ない危ない、道作ってやりゃいいのかな、でけえ岩でさ、もともとあるもんも使って、ちょっと待ってね。つまりこういう感じに岩を設置して、危ない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 !そこの岩をどかせば、その坂道を通って、上に登ってくれる。あ、そのまま行くんだ。ここに岩敷き詰めんのかなって思ったけど、勝手に入ってくれました。で、こいつはどうする?まずは外側に行ってもらいたいよね。あ、ただ回転方向が違うんだな、さっきのと。時計回りだから、ここの坂道のとこに滑らかに入ってくれない。ってことは、なんかこいつの高さ上げる方法ないかな。っていうか、ちょっと待ってよ、こいつ魔物だったらさ、そもそも、いや、危ない、外した、シンクできんじゃんよ。ただこっからのプランを考えてねえぜ、あたしや。上登って、そうそう、高さを一段上げる。ちょっと待ってよ、さっきのはなんか位置関係が悪かった。このまま上に持ち上げて姫様が直接連れていく、これどうですか。あ、いや、でもちょっと、あ、位置関係が悪いよ、ちょっとずれちゃった、このまま押し込めねえわ。あ、あれ、でもこれ2階部分っていうか1段上を通ってるから行けました。なんかあんまりすっきりはしてません。でも行けました、よかった。で、あ、でも左下の鉄格子、ね、鉄の扉が開いたけど、こっちってもともと開いてた?こ、あのボックスがあるってことは、ここにも電気走ってておかしくないんだけどね。あ、もしかしてだけどさ、やっぱこいつ倒す、うわ、復活してるじゃん。復活してるってことはやっぱ倒せんのか。例えば、ウニ!さ、あ、効いてる!思ったより効いてる!無理かなって思ってたけど。で、ウニもなんかちょっと感電すると、なんかしばらく、倒せた!おい、ウニが活躍してんぞ!スパークを覚えた。だ、自分で使った場合も同じ特性で動いてくれるってことだよね。なんかウニが帯電してんのも面白いな。これさ、いや、ウニがちょっと帯電すんの面白いぞ。こんな特性あったんだ。これ自分が出したスパークでも帯電したりする。あ、自分が出したやつだと話は別か。帯電したウニを敵にぶつけるみたいなことしてみたかったけど、いや、もうそれだったらスパークぶつけた方が早いんだよな。じゃあ直接スパークぶつけりゃいいじゃんって話になっちゃうから、いや、ウニをもっと活躍させたくてさ。で、こっちの部屋でスパーク走らせて、あ、いや、これか、金網の向こうを走らせた方がいいのか。おお、入ってく入ってく。あ、いや、でも木箱が壊れるとなんか話が変わってくんのか。ちょっと待てよ、また重い岩をこう自分で出してあげて、で、なんかうまいことこう誘導させてあげたいんだけどな。こう?こうだな。はい、重い岩おかわりして、あ、なんか思ったんと違ったけど入りました。あ、ほほー、いいじゃん、宝箱。こういう出現の仕方もあるんだ。現金ですけどね、ありがとうございます。で、さっき通れるようになった左の扉、
あ、もうこんなもんはウニですよ。ちょっとウニがスパークに効くって分かってるから、おいおいおい、ウニめちゃくちゃ強えぞ。ティアワン、ティアワン狩り物です。こちら岩塩スムージー用かな。で、さらに下がある様子。これ結構深いダンジョンなのか。あらあらあら、これどうする。いや、やっちまえばいいんじゃないの、ウニでさ。おい、こいつが怖いか、お前ら。いや、聞いてる聞いてる。ウニは電気でやられることはないんだね。帯電するから、ウニ自身がダメージ受けてる感じしないもんね。強っ。 SSR、 SSR 狩り物です。もう二度とウニさんに舐めた口聞くんじゃねえぞ。なんなら下にいるバウンジローもこいつで完封できるからね。はい、ウニ出して、ウニ出して、はい、バカトラップカード発動、はい、バカトラップカード発動、はい、バカ。あれ、でも押し込まれてない、姫様押し込まれてない、左の方に。耐えろ耐えろ耐えろ、ウニ押し込まれんな押し込まれんな。はい、俺の勝ち。なんで負けたか明日まで考えといてください。よいしょ。で、結構深いとこまで進んできたと思うけど、まだ先ある感じっすか。まあでもダンジョンマップとか拾ってないからね。マップこれどうなってんの。こうなってます。ダンジョンの内部マップとかは別に存在してないんだもんね。じゃあそんなでかかねえの。いやー、あんた星のカービィに出てきましたか。ようこそバロムの家へ。誰も来ないし退屈してたんだ。こいつが声の主ってことね。鍛え上げた僕の動きに君はついてこられる。これボス戦やんの。え、こんな野良ボス戦あるんだ。この手のは初めてだね。メインストーリーとそんなに関係のないボス戦、君はついてこられるかな。おい、誰に言ってんだ。ゲゼ、いでで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 、王家の者に舐めた口聞くじゃないの。これどうしたらいいんですかね。借り物使うのか。いや、明らかに雷属性だから今手に入れたスパークとかじゃないよね。地上戦最強剣盛りブリン、とりあえずちょっと出してみますか。あ、ダメだダメだダメだ、すぐ痺れちゃう、話になんね。まあ、ちょっといろいろ試すか。バウンジローかます。いや、ちょっと予備動作が長いな。こっちもね、飛び道具を避けながらになるので。いや、バウンジローもダメだね。当たったら結局痺れちゃうんだから。いや、そうだよな、本体がもう帯電してるから、生身で突っ込んでく系のやつはもうダメだよね。近づいたら痺れちゃうもん。お、こいつか。意外にも爆弾、こいつを直接ぶつける。あ、てか、なんかこいつあれじゃ、うお、効くねえ効くねえ、仕方がない。奥の手には早くないですか。一発ぶち込んだだけですよ。いや、てか、分裂ですか。いや、てか、そう、なんか今爆弾を一発で思いのほか効いちゃったから次のフェーズに移行しちゃったけど、スパークと同じで壁を伝って移動してる様子だったから、なんか岩石利用して閉じ込めたりできんのかなって思ったんだけど、なんかそれをするまでもなく次のフェーズ行っちゃったね。これで僕に攻撃が効かないよ。攻撃効かないの。あ、でもこれこそ誘導じゃない。まあ思いは自分でも出せるし、そこら辺に置いてある岩石を利用してもいいのかな。だからなんかどっかしらに誘導してあげて、いやちっちゃくなっても弾は出すんだ。さすがシンク無理よね。あ、シンクすぐ解除しちゃうな、無理だ。いや、つまり私が言いてえのは、このように閉じ込めちゃえば奴は何もできなくなるって話ですよ。で、連れてってみようか、同じ場所に。なんか分裂して生きってるけど、分裂したやつを元に戻しちまえば最初の形態に戻るってことだよね。くっつけちゃえばいいんじゃないの。いや、なんかこれもうそういう誘導の仕方をしてるもんね。さっきのスパークといいさ、壁を伝って行動するこの感じ、自分の手で誘導していけ、なんかそういうメッセージが込められてるんじゃないでしょうか。いや、いや、あぶねえ。うわ、弾避けながらだからな。あ、いいねいいね、残りの2つとも外の壁を伝ってく感じになったので、
まあ、ちょっと遠回りにはなるけど誘導したい方に来てくれるはず。こっちね。よし、中入って、閉めて、くっついた。これだこれだ。これで元の状態に戻ればまたダメージ取るようになるんじゃないの。てか試してないけど今の状態で当然爆弾ぶち込んでもダメなんだよね。俺くれ。いや、まあそうだよな。最初は聞いてたけどこの状態じゃ効かないので。来た来た、いいとこに来たぞ。はい、入って、閉じて、これで統合するはず。来た。しかも閉じ込められたままですよ。こりゃいいぜ。おい、さっきなんか奥の手使うとか言ってたよな。早く見せてくれよ。でもどうしよっかな。なんか狭いとこ閉じ込めちゃうと爆弾使いづれえな。なんか海とかでどうにかならねえすか。スパークに、いえ、で、しびれる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 。スパークにもウニ効いてたからな。っていうかこの人さ、ひょっとして段差越えて攻撃できねえ感じですか。勝った勝った、勝ちましたよ。おら、いけ、ウニ。なんかウニぶつけてもダメージ通ってるっぽいエフェクト出てんだよな。あ、いけるいける、おら、来た。おい、どうだ。ウニに負ける。また増えんのこいつ。同じパターンのことしてきやがって。うわ、さらに増えてるもの。いや、でも結局やることは同じなんじゃねえのか。ちょっと一旦外側の壁に来てくれる。そう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 、それでいい。で、全員外側に追いやる感じで移動させようかな。あ、勝手にくっついたりもしてんじゃん。都合いいね、助かる助かる。さあ、のこのこ来やがったぞ。合体。この調子で連れてくればいい。あと何匹だ。1匹か。おいおい、このままだと終わっちまうけどどうする。だいたいちっちゃくなって力分散させてよく勝てると思ったな。ほら、外は寒いでしょ。中へお入り。いらっしゃいませ。終了。おいおいおい、情けねえ姿だよ。手こずらせやがって。さて、このままだとあんた死ぬけどどうする。もしまだなんか奥の手があるんだったら見といてやるけど。はい、3、2、1。なんもねえんかい。がっかりだよあんたには。もう完全に1マスに押し込むことってできないの。あ、できないか。これが限界か。じゃあちょっと私寝てるから、負けを宣言したくなったら教えてね。いや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 、おい、話がちげえぞ。当たんのかそこ。わかったわかった、じゃあ一撃でとどめさせてやるよ。俺、いてて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 て、俺けー、爆弾は。さよならだ。僕の負け。しばらく修行の旅に出るかな。もっと負けを宣言できるタイミングあったけどね。次会うときは絶対に負けないよ。バイバイ、シーユー。爽やか。え、次に会うことありますか。爆散したけど。スポーツマンシップあふれる終わり方をしたけども、やった、いいもんもらえんじゃん。なかなかの財放出すんじゃん。ルピーまでもらっちゃって。はい、こんなイベントもあるんだ。しかもなんかまあまあ強かったぞ。強かったっていうか、まあめんどくさかったというか、強いわけではなかったけど、これね、ギミックちゃんと特定するまで苦労するパターンも全然ありそう。なんか早めに気づいたからいけたけど、あ、まだちょっとルピー残ってましたか。したら、こっから帰れる感じかな。これ罠じゃないですよね。あの考古学者の方が喜ぶんじゃないですか。ここは入り口だね。はい、ウニー。ウニ最強。学者さん、もう声はしないはずですよ。何か飛んでったな。あ、飛んでったんだ。あそこで爆散してたように見えましたけど。神殿から雲みたいなのが出ていったけど、何があったか知ってる？なんならね、命の一部をいただいたような形になりましたけど。ハートのかけらなんか落としちゃって。え、神殿の奥にいる魔物を倒しただって？君やるね。神殿を守ったなんて歴史に名が残るよ。誰に言ってんだこいつ。名は残るわ。でも歴史になるにはまだ時間がかかるから、君の偉業を称えてこれをあげよう。お、
これもなんかアクセサリーの類かな。古代のお守り、まじがないがかけられた古いお守り、ハートの減る量。え、それ強いんじゃないの？ハートの減る量が少なくなる、感覚的には防御力が上がるみたいなもんってことだよね。フィローネ出現で俺自ら発掘したお守りだよ。まあこれで神殿を調べられますと。しかし最近の魔物は喋るんだね。あれそれも初めてか、喋る魔物。いや、まあ一番最初の青豚ガノンなのかな。ガノンを除くと俺は歴史的体験をしたのかもしれないな。なかなか骨のある敵だったわ。それでも、おお、面白かったぞ。ハートのかけらもいただいちゃったし、アクセサリーまで手に入れちゃって、ダメージ軽減、これ最後まで使えるくらいのもんだったりしそうだけどね。てかアクセサリー枠増えねえの？1個しか装備できねえんだな、アクセサリーの種類にかかわらず。まあしばらくこのルピー出現率アップつけてると思いますけど、なかなか骨のあるバトルをしましたよ。うわ、遺跡入り口にあったわ、スタンプ。これ1枚目埋まるんじゃないの？あいつ出てくんのかな。あまり出てきてほしくはないけどね。スタンプ、俺は1枚目埋まった。いや、スタンプかぶってんのよ。4枚目と5枚、来た来た来た、来ちまったよ。何ですか、私のことを呼びました？人違いではなく。え、常に私のこと監視してる。いや、5つ目押した途端だもん。いやー、僕スタンプマン生まれて、この方なんか常にカメラ目線なのも怖いんだよな。目合ってないのよ、姫様はそっち見てんのにさ。生まれてこの方一途にスタンプ、ハイラルのスタンプコレクターとは僕のことさ。スタンプカードを溜まってるじゃないの。スタンプ台5つ見つけてくれたんだね。いや、もう監視してるじゃん。それじゃあ約束通りご褒美あげちゃいます。大丈夫それ、合法脱法ミルクじゃないよね。フレッシュミルク10個ね。いや、根本的にこの人のことを信用してないからさ、人として。なんていうか、この人の持ってきた飲食物を口にする気がしないというか、喉を通る気がしないというか。まあこれはあれね、スムージー用アイテムね。それでどう、スタンプラリー楽しんでる？そ言えないよ、こんなの選んだら何されるかわかんねえもん。こいつ楽しんでます、すごく。はあ、楽しいな。だよねー、その言葉を聞くため。もうこの喜びを逆に怖いもん。下の選択肢選んでたらもうどうなってたかわかんねえからさ。その言葉を聞くためにこれまで頑張ってきたので僕とーっても嬉しいです。僕はね、スタンプの達さんをみんなに知ってもらいたいんだ。だから世界のあちこちを飛び回って僕は今日もスタンプラリーを広めるのさ。まあ今のところ君しか遊んでくれてないんだけど、ほらもう監視してるじゃん。姫様が唯一のプレイヤーだからさ、ちゃんとスタンプ押してるか監視されてるもん。ということで次のスタンプカードをあげます。やったー、明らかに手作り。ドキドキスタンプカードを手に入れた。スタンプラリー中級者のためのスタンプカード。私もう中級者なんですか。裏面が様々な色のインクで汚れている。またこっち見てきた。はい、それじゃあご一緒にレッツ スタンプラリー。じゃあもういいですか。あ、そことどまる感じなんですね。なんかさ、村の人とかはさ、魔物を近くに配置すると怯えて震えたりするじゃん。いや、ちょっと様子が違うもんね。驚きはしてるけどさ、なちょっとす、どうなってんの。ちょっと一旦こっち、ウニ一旦こっち、はいはいはい、ファイティングポーズ取りながらこっちを向いてます。正面、ああ一応そういう驚きはしてるんだ。あー、よかった。なんか俺の想像するスタンプマンはウニ出しても全く驚かずに無表情でカメラ見てるみたいな、そういうことになるのかなって思ったけど、あ、一応人並みに驚きはするんだね。いや、ガタガタ震えたりとかはしないから、
ちょっと様子は違うけども。ああ、なるほどね。まあ、ずっとこうしてましょうか。で、どうしよっかな。まあ、ジャブルス域付近。まあ、ヘブラ山、この雪山はちょっと、取っとこうかなって感じで。寒さに耐えれるかわかんないしね。取っておいてますけど。まあでもそれ以外水域付近大体探索済んだのかなって感じだね。まあそろそろそう、お、ここにもシルベ、これ触ってないよな。あ、これ触ってないわ。そろそろ左下の砂漠の方を目指し始めてもいいのかなっていう感じにはなってきたな。お、知らねえ鳥だ。ちょっと待てよ。今の姫様にはあいつがついてるぜ。あいつ、あいつ、あ、これです。グエー、行け、グエー。さあ、空中戦で格の違い分からせてやれよ、グエー。いいじゃん。思ったより本当にいいな、グエー。負けた時にグエーっていう準備はしてたんだけどね。で、お、なんだここ、面白地形。え、な、え、な、これは人間将棋みたいなことをやってる？ここで。ここ割とハイラン城の近くだけど、イベント会場かな。リアルボンバーマンとかやってる？これ。ハイラル王の趣味で定期的にデスゲーム開催してる？こんなもんリアルボンバーマンの地形じゃん。あ、でも特にイベント、いやー、ベッドごとー、ちょっとこれはやっちまった方が早いか。おら、やっちまいな。じゃあ、またやられたわ、もう。まだ残ってやがったが、大体倒したと思ったのに、さっき行け。まあ、一応そこのルピーはいただいておくとして、でも本当特別なイベントはなさそうだね、ここ。なんか意味ありげな地形だよ。ほんとさ、ちょ、だるま落としすな。下から一段ずつ壊すな。だるま落としするなよ、姫様で。まあ、特にイベントはなさそうだね。ちょっとした裂け目はあるけど。じゃあ一旦ルーベルのおじきんとこ戻ってきたけど、別に今強化、あー、そっか、ゲージの方は一応強化できんのか。でもそれには10個必要ってことで、まあどっちかっていうとこっちを強化したいけどね。剣レベル2から先まだ研究が進んでませんと。変わってないね。まあなんとなく戻ってきたけど、別にここでできることももうないか。これ楽しいじゃん。いいアトラクション見つけちまったわ。行け、バンジロー。ちょ、締め出すな。締め出すなって、バウンジロー。あんたは私の味方だろ。さあ、かっ飛ばせ、バウンジロー。いや、気持ちよすぎだろ、バウンジロー。お、どうした、バウンジロー。もっと行けんだろ、バウンジロー。止まるな、もっと行け。バウンジロー、おい、バウンジロー、どうした？ちょ、あっちだって。ちょ、こっちじゃない、バウンジロー。バウンジロー、最近バウンジロー2。いや、気持ち、おい、ちょっと、そんな理性ないの、バウンジロー、レベル2。ああ、そうか、水に飛び込んだりはしないのかな、レベル1の方は。なんか前に崖で検証したりしたけど、そっか、別に行ってもいい場所は、こっちのバウンジローも行ってくれるけど、あ、水の中には飛び込まないのね。理性があるんだ、こっちのバウンジローは。対してこっちのバウンジローは、理性がない。なるほどね。いや、ちょっとやめましょうよ。悲しいって。自ら死を選ぶ姿。で、こちらね、ハイリア湖に来ております。まあ、この辺りのエリアで唯一来てない場所だったので、なんか前にジャブール水域に行くときに、湖の端っこの方を通り道にはしたんだよね。こういうルートで、水域に向かったけど、この湖自体は全く調べてなかったので、あ、まあでも平和なもんですね。そんな大した魔物もいないし、いる、私が一番嫌いなやついる。おい、行けや、グエ、空中から攻めろ、やつを許すな。おい、ちょっと画面外で戦うな。何、戻ってきてんだ、諦めて。あれ、本当にどこ行った？じゃあちょっとここ入ってみましょうか。ど真ん中の小島。っていうか、裂け目とかあんだね、この辺。まあまあ、でかい裂け目だけど、これ消せたりしないのかな？ね、南の村近辺の裂け目は消したはずだけど、
ちょっと残ってる場所もある。まあいいや、とりあえずここ。ちょっと普通の洞窟と様子は違うけど。これ。ほー、大妖精の祠ですか。ちょっと妖精いいかな、すいませんね、失礼しますよ。ちょっとぼったくりどんぐりおじさんのところでダメージ受けてね。妖精使っちゃってたからさ。あ、助かりますね、補給できて。で、これ大妖精のってことは大妖精様そこで会えたりする。お、調べられんじゃん。ちょっといいかな。こちら大妖精様のために用意しました。じゃあ話しかけます。消えちゃった。せっかく用意したのに。てか大妖精様、ああよかった、ブレは意識じゃなかった。ちゃんと妖精っぽい妖精だ。臭そうじゃない。あらあら、長い眠りについてた私を起こしたのはあなた？ふん。ボイスと態度はブレワイの大妖精様っぽいけど、どこの誰だか知らないけど、あなた磨けば光る原石って感じ。ほう、姫様がまだ原石だと言うじゃないの。そうよ、あなた磨けばもっとおしゃれになれるわ。おしゃれ？ふん、そうね。今よりもつけられるアクセサリーの、それちょうど欲しいと思ってましたよ。アクセサリーの数が増えてきてね、これ1個しか装備できねえのかよっていう場面、ちょうど最近あったばかりだけど、私が増やしてあげるってのはどう？お願いしますよ。それちょっと悩んでる場合じゃねえよ、行け。うふふ、それじゃあお望み通りおしゃれにしてあげる。あ、でもいただくものはいただくわよ。それはマニーですか？だってほら、ただほど怖いものはないって言うでしょ。だから怖くないようにちゃんとお代金もらってあげる。いや、やっぱどの作品でも大妖精様は主戦道なのかな。それじゃ、思いのほか良心的。100でいいんすか？お願いしますよ。え、これなんか付けられるアクセサリー2つだけじゃなくて3つ4つって増えていったりする？金さえ払えばさ。それじゃあ約束通りおしゃれさんにしてあげる。これ本当に助かるぞ。ありがとうございます。大丈夫姫様、臭くない？酒臭くない？ブレスオブザワイルドの大妖精様は酒臭そうでしたけど、つけられるアクセサリーの数が一つ増えた。え、何つけよっかな。これで前よりも多くアクセサリーをつけられるようになったわ。それじゃあ思う存分おしゃれを楽しみなさいな。それで私にご用かしら。おしゃれにして、もっと私をおしゃれにしなさい。あら、おしゃれになりたいのね。そうね。どうする、どうする、どうする。絶妙なラインついてくんじゃん。500って言われてたら悩んでたよ。ほぼ全財産だからさ、500突っ込めるかっつってたら悩んでたけど、300すげえ絶妙なとこついてくんじゃん。いや、どうする。いざお金が必要ってなった時になくなったら困りはするんだけど、いや、まあいいか、払っちゃおう。うふふ、私ルピーって大好き。私も3つ装備できるってことでしょ。おい、ありがたすぎんだろ。大丈夫姫様、酒臭くない？こんなんで、いや、増えるんですね、アクセサリーの数。うふふ、ルピーをもっと持ってきてくれたら、一応ちょっと予算の感じだけお聞かせいただいてもよろしいですか？うふふ、それじゃあ500、なんか思いのほかちゃんと刻んでくるね。次あたりいきなり1000までふっかけてくるかなって思ってたんだけど、まあまあ良心的っすね、大妖精様。まあちょっと今払えないですけど、ごめんなさいね。500ね、もう一段階上もあるんだ。お話しして。あなたがつけられるアクセサリーの数増やしてあげる。あ、その程度の話いいか。いや、ちょっと、また来ます。大妖精様。いや、これ世界変わんじゃないの。まあね、ルピー出現率アップっていうのを今つけてるけど、これ結構、結構強い気がするよね。川ゾーラの里の近くで手に入れたこの古代のお守り。ハートの減る量が少なくなる。ダメージ軽減。で、もう一つは、まあ水中でしか効果発揮しないものだけど、まあ泳ぎ速度でいいかな。いや、これありがてえな。
ありがてえぞ。ちょっともっと装備品欲しくなってくるね。ハイラル城下町でも売ってあげて、ありがとうございました。また来ます。ちょっとこちらつまらないものですけどいかがですか。あ、もう喜んでくださってるじゃん、もう間違いなく。あ、この状態で話しかけられるんだ。さすが肝が座ってますね、大妖精様は。だいたい NPC 近くに魔物出すと話しかけられなくなるのに。さすが器が違います。うわー、これもっと装備品欲しいぞ。こういう施設があるんだから近くに落ちてたりしない？そこ入れんの？これ別に必要に駆られてないけどね、ここに入るっていうのは。でもやっちゃってもいいのかな。なんか面白いからやりたくなっちゃってきたな。いや、ちょっともう今回はこの辺りで終わりにして、もう次回からは左下の裂け目、またここに向かっていこうかなと、ストーリー進めようかなと思ってたんだけど、で前回今回と普通の探索を楽しんできてさ。いや、でもちょっとこんなもん見ちまったら、見つけちまったからにはいかないわけにはいかないもんね。ちょっと砂漠の裂け目行く前に次回そこ飛び込んでみましょうか。いや、肩透かしパターンもあるけどね、今は別にここ行く必要ないよねっつって普通に取りにお断りされるパターンもなくはないですけど。あ、これ動かせるよね、動かせる。うわ、クソでけえ岩。これ動かして、いや、いいもんあるじゃないの。ここは水中だからね、ゾーラの水かきの効果も生きてるよね。いや、水中の探索楽しいぞ。あ、いたわね、あんた。ガブフィン一枚だ。私は潜ってるから。おお、一発つえー、ガブフィン。ちょ、ガブフィン、私の息が続く間にやるんだよ。よかった。もう水面出たくないもん、あいついたら。あ、湖はだいたい調べたけど、上にもなんかあるな。あの上は水面からでも登れちまうもんね。ここにベッド出してさ、でこっからウォールチュラ使えばいいわけでしょ。さあ行きな。いや、ほんとどんどん便利になっていくのが楽しいな。ほんとに借り物の手札が増えていくと楽しい。でここ爆弾をね、やった。あ、あー、そういう感じですか。あ、いやー、でも宝箱だけか。おい、なんかトラップじゃないでしょうね。開けちまいな。え、いや、ちょっとスタンプマン思い出すからやめてよ。スタンプマンがくれたミルクと宝箱から出てきたミルク混ぜないで、分けといて。あいつからもらったミルク喉通る気しないからさ。え、なんかでも意味ありげだな。こんな宝箱1個だけだったらフィールドでもいいじゃん、わざわざマップ切り替えなくてもさ。これ私怪しいと見ましたよ。こういうのはね、上ですよ。ってことで湖にはこれ以上何もなさそうだったので、次回そうね、ここ行ってみようかな。まあ裂け目少しでも消せるに越したことはないでしょう。ここと、あとこの辺のちっちゃい裂け目も消えんのかな。こっちとかはまた管轄外か、城の近くだし。でそれが終わったら砂漠の方向かいましょうか。あ、2個目の裂け目消しに、2個目、3個目か、南の森と合わせて3個目のでけえ裂け目消しにかかりましょう。ってことで、また次回よろしくお願いします。ありがとうございました。